皆さんこんにちは、シャチです。今回は、PVE の導入方法を解説していきたいと思います。このような流れで進めていきますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは、早速始めていきましょう。まずは、PVE についての簡単な説明をしていきます。ここでは BVE と言っていますが、正式名称は BVE トレインシムです。BVE は、マコイ様が開発された、無料の電車運転シミュレーターゲームで、長い歴史のあるソフトウェアです。このゲームの最大の特徴は、自分で路線データや車両データを作成して遊ぶことができる、という点です。しかし、データ作成には相当な技術や時間、苦労が必要です。そこで、有志によって作成された、ネット上で配布されているデータをダウンロードして遊ぼう、というわけです。PVE についてある程度分かったところで、ゲームのダウンロードを始めましょう。まずは、ブラウザを開いて、PVE ごと検索しましょう。このページをクリックしてください。現在の最新バージョンは6ですが、今回はバージョン 5.8 をインストールしていきます。5.8 の方をクリックして、ページ内のソフトウェアから、こちらの2つをダウンロードしてください。まずは上の方からダウンロードしましょうか。ページに飛んで、ダウンロードボタンを押すだけです。ダウンロードが終わったら、ダブルクリックして実行しましょう。この機能をダウンロードしてインストールするを押して待ちます。完了したら閉じましょう。次はダイレクト X をインストールしましょう。先ほどと同じようにダウンロードし、画面に沿って進めてください。終わったら完了を押して作業終了です。次は、ゲーム本体をインストールしていきます。先ほどの BVE のダウンロードページに戻り、ダウンロードを押します。ダウンロードが終わったら、ダウンロードフォルダを開きましょう。今ダウンロードしたファイルを右クリックし、すべて展開をクリックします。ウィンドウが表示されたら、展開をクリックします。そうすると、新しく同じ名前のフォルダーができるので、そのフォルダーを開きましょう。BVE 後の8セットアップをダブルクリックしましょう。あとは画面に沿って進めてください。どれも NEXT で OK です。クローズボタンが表示されたら、クリックしてインストール終了です。ここからは、路線データをダウンロードしていきます。PVE を路線データと検索し、PVE 対応データ一覧をクリックします。ここに、インターネット上に配布されている路線データが一覧になっています。お好きなデータを探してダウンロードページに飛んでください。今回は、柏鉄道フォーラムさんの、武蔵野線を導入していきます。作者名の左にダウンロードページのリンクがありますので、そちらに飛んでください。ここから先は、サイトによって操作が異なりますのでご注意ください。大体のページは、PVE ダウンロードや、データ配布などといったカテゴリーに分類されています。このページは、PVE ダウンロードですね。ダウンロードしたいデータを探して、ダウンロードします。ダウンロードが終わったら、すべて展開をしましょう。展開が完了したら、フォルダを開いて、中身を見てみましょう。この中身によって、やり方が異なります。この画面のように、たくさんファイルが並んでいるときは、次にやる作業が必要です。まず、ドキュメントを開いてください。次に、BVETS フォルダを開きます。セナリオ図があった場合は、それをコピーしてここに貼り付けてください。セナリオ図がない場合は、ここに新しくセナリオ図というフォルダを作成します。白い部分を右クリック、新規作成、フォルダーで作成できます。作ったら、そのフォルダを開きます。ここに、先ほどダウンロードしたファイルたちをコピーします。すべて選択して、コピーしてください。先ほど作ったセナリオ図内に貼り付けます。コピーが完了したら、路線データの導入は終了です。
フォルダを閉じ、PVE を起動してみましょう。ここで、路線が表示されている場合は、この後の作業は必要ありません。表示されなかった場合や、別の車両を割り当てたいときは、この後、車両データのダウンロードをしましょう。ここからは車両データを導入していきます。路線データによっては、車両が指定されている場合があります。路線データ配布ページに車両データがないか、一度確認をしてみてください。なかった場合や、違う車両を導入したい場合は次の作業を行いましょう。PVE を車両データと検索し、PVE 対応データ一覧をクリックします。路線データの時と同じように、遊びたい車両を探します。今回は、現武蔵野線で活躍している E231系を導入します。E231系だけでもたくさんありますが、今回はカズマ氏のデータを使わせていただきます。ダウンロードページを探してダウンロードします。ダウンロードができたら、すべて展開をしましょう。展開されたフォルダを開き、今回のようにセナリオズフォルダがあった場合は、それをコピーして、PVETS の中に貼り付けます。この時、間違えてセナリオズフォルダの中に貼り付けないよう、注意してください。コピーが終わったら、セナリオズフォルダを開きましょう。この、テキストドキュメントが路線データになります。では、車両データを割り当てたい路線データを複製します。複製したファイル名は何でも OK です。そうしたら、先ほどここにコピーした車両データのフォルダに移動します。車両フォルダに移動すると、必ずビークルという名の付いたファイルがあります。そのファイルを、シフトを押しながら右クリックしましょう。パスのコピーをクリック。Windows 11の場合は、シフトを押さなくても出てきます。同じくパスのコピーをクリック。パスをコピーできたら、また路線データのある場所へ戻ります。複製した方のファイルを開き、ビークルイコールの、イコールの後を削除し、貼り付けをします。貼り付けができたら、セナリオズの右の円記号より前を削除。右端にあるダブルクォーテーションを削除しましょう。そうしたら、左上のファイルから、上書き保存をクリックしてウィンドウを閉じます。試しに車両データを割り当てた路線を開いてみましょう。こんな感じで、しっかりとダウンロードした車両で運転できていますね。作業完了です。もしうまくできていなかったり、何かエラーが起きた場合は、車両データ配布サイトに説明がある場合が多いです。サイトの指示に従ってください。以上で、PVE の導入解説は終了となります。困った点や、わからない点があれば、コメントにてお待ちしてます。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。